はい、それでは再開いたします今度は第4章で労働保険料の申告納付に関してです。で46ページの内容からということなんですが、まずですねその納付の仕方は大きく2種類、その継続事業の年度更新パターンとあと有期事業の場合ということで分かります。まあ、年度更新というのは年度の初めにですね、 その年度分前払いしてでその年度が終わってから生産する株足生産するっていうのは繰り返していくっていうのは年度更新の仕組みですねで一方で有機事業の場合は年度更新じゃなくて、まあ、最初に前払いしてでその事業が終わったら生産するっていう形になっておりますでここでですねあの、まあ、有機事業に関して言うと取り扱いが2つ分かれるっていうことになりまして まあ長子法の勉強をするときはその有機事業っていうのがいわゆる一括有機なのか単独有機なのかっていうのは必ず意識してやってください。それでごごっちゃになるとよく分かんなくなる、えー、ですね。 でそのまあいわゆる有機事業のうち、まあ、小さい現場に関して法律上当然に、えー、一括有機事業としてくくられてで継続事業扱いされて年度更新の形で納付するということになりますで一方で大きい建設、えー、現場ですね例えば東京スカイツリーの現場とかっていうのは、まあ、単独有機事業って、まあ、言われ方も、えー、しておりましてでそういう事業っていうのは、えー、年度更新の仕組みじゃないっていうです、ねえー、ことになりますでこれから見ていく継続事業の労働保険料っていうのは、まあ、その まあ本当の継続事業と継続事業とみなされている一括有機事業の話っていうですね、ことでお考えいただければえ結構です。それでは46ページの資格の一番ですね、継続事業のえ労働保険料っていうことでえ書いてますが、いわゆるえ年度更新の仕組みっていうことでやっていくよということになりますま。こちらざっくりですね、その年度の初めに、え、ー 概算額で前払いして年度が終わってから確定生産するっていうですねまあそういう流れになってるということになります。でまあこちらの足ですね例えばこんなケースで考えてください。最初はどんな授業も中途成立からスタートするんですよ。例えば令和2年度に中途成立した時に令和2年度の概算保険料払うわけなんですね。でまた例えば100万でしたっていう場合それはそこの段階で払うわけです。 でそのにまに令和2年の2年度分の確定生産するわけなんですがそれは令和3年度に入ってからの年度更新で行うわけなんですね。年度更新が毎年6月1日から7月10日に行われるということですから令和2年度が終わった後のですね令和3年度における年度更新の時に確定生産するとでその令和2年度の確定保険料を計算してみたところ120万円でしたという場合100万円と120万円だ竹比べして で、まあ、それは20万足りないと。100万納付したんですけども、実際120万、えー、かかりますってことは、まあ、20万足り,まい足りないっていう場合は、まあ、それはまあ確定生算してまあ払うっていうことに、えー、なるわけですね。で、この時その20万だけ払う、えー、ではなくて、同時に令和3年度の概算保険料っていうのを計算して納付するっていう、えー、ことになるわけです。例えば、令和3年度の概算保険料ですね、えー、まあ、前の年120万だったから、じゃあ今年も120万かなっていうですね、えー、ことで計算して、で、この、えー 確定生産の20万と、外資産の120万を合算した金額140万円を納付する、令和3年度の年度更新の際に納付するっていう形になるということになります。で、次、令和4年度に入ったら、まずこの令和3年度の確定保険料を計算するわけですね。で、そうすると差分っていうことで、やはり20万足りないっていうことになってくる、なったとします。 でその時にこ20万だけじゃなくて同時に令和4年度の概算保険料を計算して納付すると。で、それはやっぱり140万であればこの140万と20万の合算額っていうのを納付するっていう感じで年度更新をやっていくよということになります。もちろんあのこの確定保険料の方が少ないケースがあるのでその少ない場合はその払いすぎた分が返ってくるあるいは充当されるっていうですねその流れになってくるというのがその回数の内容ってことで見ておいてください。 それではですね、資格の2番、概算保険料の額の計算方法ということで見ていきます。でまず、鍵の1番ですね、原則は賃金総額の見込み額、まあ、前払いなんで見込みになるということになります。で、波数処理は、正未満の波数、切り捨てとていうことですね、になっております。で、正、まあの波数を切るのは、1000、まあ、分の9とか、1000分の2.5とか、1000、まあ、分率をかけることになるんで、 まあかける前にまあ1000円で、切っっていいいた方がいいよねって話になりますでかける一般保険料率というところで見ておいてください。ってことで、概算保険料計算するわけですね。だ例えば、中途成立の場合とかはまあ絶対それ計算するってことになります。ただ、いちいち計算するのはめんどくさいので、あの前の年の賃金総額をまあそのまま使えますよっていう特例が47ページの加減二番の特例ということになります。 なりますまあ、例えば、まあ、令和2年度の確定保険料、えーねえー、の元になった賃金っていうのが、えーまあって。 で、まあ、それが例えば、例えば1億円だとした場合ですね。例えば1億円だとした場合、まあ、令和3年度の概算を受けるものは1億円で計算してもらっていいよということで、まあ、そうすると結局同じ金額にできるっていうことなんですね。だから計算を手間を減らせるっていうことです。まあ、それが47ページの加減お庭の特例のところですね。で、見ておいてください。 え前年度の賃金総額でまあそのまま計算できるよと、まあ、前年度1億円であればまあ今年度も1億円でまあ計算できるよということにえなりますただ例えば事業を縮小するから賃金がすごい下がる見込みだとかあるいはえさらにこう拡大していくのですごい上がる見込みだ、えー、従業員を倍以上雇うんでえすごい増える予定だみたいなケースもあるわけですよポイントはすごいですねちょっと変わる程度ならそのまま前年度の使えるんですよすごい変わる すごい下がったりすごい上がるっていう場合に関しては、えー、これは新しく計算し直してねっていうですね、えー、取り扱いっていうことになっています。でまあそれがですね1個目の枠に書いてある100分の50以上100分の200以下の範囲内であればそのまま前年度のものを使えるわけですけども、えー、半分下回ったりあるいは2倍を超えてくるみたいな、まあ、そんなようなケースですね。に関しては、まあ、新しく計算し直してねっていうですね。 といいいうのが、まあこの鍵ののがここ鍵2番の話っていうことで見ておいておくださいだ結果、この特例が適用されれば、回数にあるとおり、率さえ同じであれば、えー、前年度の確定保険料とまあ増額になる、まあさ,っきとえー、さっきのケースですね、えー、1億円と1億円で,で、率が同じであれば、120万、120万でまあそのまま計算できるよというです、ねえー、ことになっています。 で47ページ、鍵の3番特別加入者がいる場合は特別加入保険料もまあ一緒に納付するよっていうです、ねえー、まあことがえー書いてあるというところで見ておいてください。でまあ、3番にあるとおり親方のケースはです、ねまあ、中小事業と海外派遣者はまあ普通の労働者もいるので一般保険料を足す 特別加入なんですが親方とかですねあとその特定作業者ですねのケースにおいては、まあ、リアルな会社が存在してるわけじゃないわけですよね、まあ、タクシー協会とかその事業主と見なされるその業界団体があるだけで、まあ、実際には労働者は働いていないと、まあ、みんな親方っていう取り扱いになっておりますから一般保険料はないよっていうです、ね、意味合いってことで見ておいてください。 で48ページの四角の3番ですね、申告納期限に関してなんですけども、申告納期限、まず鍵の1番、年度更新の係数なんですが、これは6月1日から40日以内で7月10日ですね、6月1日から40日以内の7月10日ということになっております。と <laughs> いうところで見ておいてください。 で7月10日っていうのは吹き出しのあるとおり、まあ、健康保険の算定基礎と、えー、時期を揃えてると、えー、いうことになっております。まあ、将来的に労働保険、社会保険一元化するっていうことで、じゃあまず期限をえようかということになったって話、えー、ですね。まあ、昔はずれていた、えー、ですけどまそ、あ、揃,揃えてるってことになります。でその結果、仕事のピークが重なってまあ大変だみたいな悲鳴も聞こえてくるわけなんですけども、まあ、一応、揃ってるってことで見ておいてください。 で鍵の2番が中途成立の場合は保険関係成立日から50日以内ということになっています。で前回ご紹介しましたが、あの基本的には翌日記算ですね。だから成立日から50日以内というのは翌日から記算するというです、ね、計算の仕方になります。で例外的に統一記算になるケースがあるよということでご紹介しましたが、まあ、鍵の1番の年度更新が当日記算なんですね。6月1日から40日以内。 のは当日です年度更新の右側に当日みたいな感じで書いておいてください。でまあ年度更新の場合当日記算なのはあの完全な1日だからっていう話ですねになります。その出来事が起きた日時間帯っていうのが、まあ、11時55分とかですともうその日あと5分しかないのでってことがあるので翌日から記算するって話をしましたが年度更新の場合はあの 5月31日から6月1日まで保険関係がこれずっと続いているわけですよ。これまたがっているわけですね。これずっと続いているのでこの6月1日の0時00分からもう保険関係は成立しているという状況になるので保険関係成立日、そしてこれ完全な1日24時間保険関係が成立している日ということになるのでその日からは起算するということになっております。 っていうのが鍵の4番が申告の期限って答え、まあ、納付書によって納付するということです。でまあ、その納付書と納入国書っていうのが、まあ、2種類、えー、出てくるっていうです、ねえー、ことになるわけなんですが、まあ、納付書っていうのは簡単に言うと、まあ、自己申告なんですね。まあ、その会社が自ら保険料を書いて出すっていうのが納付書。えー、で、まあ調法の場合はこの自己申告が原則、えー、なんですよ。 その国がいちいち全事業所の保険料を計算して、えー、この金額払ってくださいっていうのはま大変なのであの白紙の用紙だけ、まあ、その金額の白紙の用紙だけ渡してで、まあ、書いてもらって出してもらうっていう,です、ねえー、いうのがまあ納付書っていうです、ね、ことで、えー、考えておいてください基本納付書でやっていくということです、まあ、自己申告に任せるというのはまあ解説、えー、申告納付方式 えである段階から国が金額決めるっていう段階に切り替わるわけですけどもまあここから先は当面納付書です。でそのまあ、基本的に期限守って手続きをしている分にはずっと納付書っていうことでお考えください。まあ、これがあの、まあ、レギュラーな概算、えー、保険料ってことになります。でこの概算保険料には、まあ、イレギュラーな概算保険料っていうのあ3種類あって、まあ、イレギュラー3兄弟、えー、ですね、まあ、どんぶり3兄弟でもないんですけども。 えーまあ、それはいいんですが、と、まあ、いうことであの、えー、増加概算追加徴収認定決定、えー、っていうですね、まあ、3種類のイレギュラーな概算保険料っていうのが、まあ、存在するという、えー、ことになります。でまずはこれ、増加概算保険料っていうのは、この年度の途中で、まあ、人件費とかが見込みよりも大幅に増えたみたいな、えー、ケースにおいて払ってもらうものだっていうことになっています。それは49ページの資格、えー、の5番、増加概算保険料ですね。えー、です でまあ、影の一番の要件ということで、えー、まず増加後の賃金総額の見込みっていうのが、当初の見込みの100分の200超える、えー、っていうケースですね、えー、になります、まあ。当初1億円だったのが3億円になっちゃったまあ極端な例だと、そんなケースです。でかつ、ですね、えー、保険料の差額っていうのは13万以上発生するということです。で両方満たした場合、まあ、これ語呂合わせで、まあ、2倍差つくと増加概算、2倍差、えー、ですね。で 2と倍差で13万みたいな覚え方があります。で、丸の2番は一般保険料率にがま変わったケースっていう、えー、ことでお考えください。もともとは労災保険だけ成立していたんですが、まあ後から雇用保険も成立してっていうケースですね。もともと1000分の2.5だけだったのが1000分の9がくっついてみたいな、えー、ケースです。えーがまあ 2倍超えてで13万以上の差っていうケースになります、まあ、下のまあ図解の事例あるとおりなんですがまあこちらですね例えば増加前が1,000万円で保険利用率20%で20万円でしたとでそれがまあ賃金総額が2500万になったとでまあ2倍超えてるわけですね見込みがで20%かけると50万になるとで差額は30万、えー、なのでこの30万を増加概算として払ってもらうというです、ねまあ、意味合いということでお考えください。 なので徴収法の世界では2倍までの差は2倍以下までの差はまあ大した差じゃないよねっていうスタンスなんですね、えー、さっきの年度更新の際の賃金総額の特例でも2倍以内に収まっていれば前年度のものを使えるって話になったじゃないですかなんでこの2倍ってのは基準になってると2倍超えると大きな差で2倍以内であればまあ大した差ではないっていうですね、まあ、そういう捉え方になっている、えー、ってことになります で50ページ、鍵の2番、えー、申告納付は30日内、えー、ってことですね。申告納付は30日、えー、にやるってことになってます。ます、あ。こちらですね、えー、増加概算、えー、30日、えー、ですで。このイレギュラーなものに関して言うと、まあ、30と15ってあるわけなんですが、まあ、見分け方は、当初納付予定がなかったかったかってことで、えー、なかったものは30日っていうことに、えー、なるんですね。あの後から、まあ、払わなきゃいけなくなったみたいな。 えー、ものに関しては、まあ、そのお金の都合とかもあるので、金、え、策、ーまあ、にも時間かかるんでしょみたいなことで、まあ、30日余裕目っていうです、ねまあ、抑え方になります。で、鍵、まあ、野さんは納書でやるよっていうです、ねえー、ことです。で、えー、イレギュラー三兄弟の2、えー、つ目ですね、四角の6番、概算保経営の追加徴収、えー、です。 でこちらは保険年度の途中から保険利用率をまあ引き上げるっていうですね、まあ、ケースがまあごくたまに、えー、あるということになります、まあ最近えーと。最近ではなかったんですけども平成14年ですね完全失業率がまあ過去最高をまあ記録する、まあ、その大手証券会社とかが倒産して完全失業率がまあ過去最高を記録するようなまあ状況において、まあ、その 雇用権財政がまあ急激に悪化したということで、まあ、途中引き上げというのが、えー、あったんですねで。その場合は年度途中でも、えー、率を引き上げるよと、えー、いうことに、えー、なっております。影の一番要件で一般保険レースのほか、まあ、第1種、第2種、第3種も同様ですね。途中で率を引き上げることがあるので、えー、その引き上げた場合追加で取るよというです、ねえー、ことに、えー、なっておりますであの。お金が足りないから取るって話なので。 増加する保険料の額の多少にかかわらずま取るよっていうですねことになっております。まあ、極論1000円でも取るっていう話ですね。で逆にまあ下がったからといって還付は当然しないということになります。まあ、下げることはないでしょうね、普通ね。で、まあ、仮に下がっても還付はしない。だその確定生産さお返しするという取り扱いになっています。で どうやらあの令和4年にやりそうだみたいな、えー、報道もなんか出されて、えー、いますよね、あのーまあ。雇用保険財政厳しいのであの保険料率の引き上げは避けられないんですけども、あのーまあ、その国民の負担感を和らげるために、まあ、4月からは上げずに10月から上げるみたいな、まあ、その議論も今行われていてそうするとまあおそらく中東 え引き上げってことで追加調子の対象になるんじゃないかなという可能性があります。だから出るかと言われたら分かんないですけどあ普通にまあよく出る論点なんであのそういう情勢にかかわらず押さえておくってことですね。えー、なります。で51ページの鍵の2番納期限に関して言うとまあこれ30日えってことは見ておいてください。でちなみにこれも統一記算かといえば統一記算です。えー、こちらですね、起算してって書いてますよね。 であの起算してって書いてある場合は翌日からとか糖質からっていうのが、まあ、ちゃんと明記されてるんですね。でこの日はこの場合は通知する日から起算してってことでこれ糖質記算なんですよ。で糖質記算なんですが30日を経過した日っていうでその経過したっていう表現で結構翌日になってるいいっていうことなんで、まあ、別に抑えなくていいっていことです3。抑えてもらいたいのは30日だけっていうことですね。まあ、どっちにしろ翌日か糖質かっていうのって過去試験で15年の中で1回らいしか問られてないんですよ。 なんで、まあ別にいいっすよ、押さえなくて。あの基本、翌日期算で、年度更新だけ糖質だと押さえるときはもう十分じゃないですかね。えーまあ、そんな感じです。まあ、選択でも絶対出ないでまし、えーまあ、基本、翌日期算で考えるとで、年度更新は糖質だと、それでいいじゃないですか、っていうの、ね、がまあ鍵の2番の、えー、納付期限というです、ね、ことになります。で納付は納付書によるというです、ね、ところで見ておいてください。 でイレギュラー三兄弟の3番目がまあ認定決定ですね。でこれは当初の概算保険料を払ってないとか、あるいは金額に誤りがあったよっていう場合はですね、まあ、再計算させるみたいな話です。認定決定。解説事業主が申告しないとか、間違ってるという場合は、政府が職権で金額を決定するっていうです、ね、話になっています。 まあの一番要件納付額ですね、まあ。提出しないとか、申告書を提出しないとか、記載に誤りがあるよという場合は、事業主に納付書によって納付するというです、ね、取り扱いということになっています。で、その払ってない分とか足りない分っていうのを払うよというのはまあ認定決定ですね。で、この認定決定に関して言うと、まあ、この本体を払ってないとかいう場合に行われる。 えものっていうことでこの増加概算保険料を払ってないとか間違えたから認定決定が行われるっていうパターンはないよというのがですね、まあ、ポイントの内容っていうことで見ておいてください、まあ、増加概算保険料っていうのが、まあ、結局、まあ、見込みに概算、まあ、保険料自体は見込みですけども見込みに対する見込みなんですね。 まあ見込み額に対して2倍を超える見込みになっているということで、まあ、実際の本当の正しい金額なんて分からないんですよ。見込みと見比較なんで。まあ、そこでまあ政府が正しい金額をバンって出して払いっていうのも難しいので、えー、まあこう認定決定の対象にならないよっていうです、ねえー、ことにえなっております。で52ページ納期期限は15日ということで、ここが15なんですねで。この認定決定に関して言うと、 概算保険料ってもともと払わなきゃいけないものをちゃんと払ってなかったっていう場合に行われるものなんで、まあ、これは当初から払うべきものだってことは短めに15日、えー、っていうことになっています。で納付期限は納付証、えー、ですね。まあ、これはまだまだ納付証が続いています。あるタイミングで納,納入国書に切り替わるので、まあ、そこを注意していただければ、えー、結構です。以上ここまでが、概、え、算、ー、保険料の申告納付に関してです。